はい、最近ですね、バブの 5W というドローンが発売されましたので、購入をいたしました。はい、こちらがパッケージです。飛行がね、マップでポイントを決められて、こう飛べるようですね。あと ECS、2.4GB、ブラシレスモーター、1500kV。で、こちらはね、ホロミーはこっちですね。後を追って飛んできますと。で、これがですね、自分を中心にして回るんじゃなくて、現在飛んでる位置から、ぐるっとこう回る形ですね。なので、別のところでこう回る形になりますね。あと、5ギガの Wi-Fi 接続です。で、カメラがですね、チルトするわけですね。で、プロポがこんな感じ。プロポはね、こちらになります。これはですね、この後ろでこう撮れるわけですね。で、これ電源を入れると、こういったふうな感じで、まだ接続しないのでね、シグナルついてないですけれども、GPS、それから高さ、距離、モードは今2ですね。あとここにね、ヘッドレスモード。GPS を切れば消えます。はい、プロップはこんな感じ。あとここにですね、カメラをこうチルトさせるダイヤルがついています。あとこれはまあ大体同じですね。はい、じゃあこちらになります。で、バッテリーがですね、こういう感じのカートリッジになります。で、今接続したので、もうこれ動くのかな？見えるかな？今カメラを、上に向けています。はい、カメラを下向きにしています。はい、まあ真下は向かないですけどね、ある程度下は向きます。あと水平までいかないですけども、ほぼ水平まで、水平まで持ち上がりますね。はい、水平まで行きます。大きさがね、250ということですね。6と比べて、ほぼ同じ大きさです。若干1、2ミリ大きいです。で、機体はこんな感じですね。で、これは、ヘッドライト、テールランプです。で、こちらは、下のこの LED ランプと、ここのね、目の部分というかね、ここが若干 LED で明るく光ります。ヘッドライトという感じではないのでね、ただ、ちょっとこう光るよっていう感じだけですでしょうかね。あと足がね、これぐらいなので、こうね、こういう感じですと、地面からは、これぐらいの距離しかないですね。なので、カメラを下向きにして着地はダメですよと。いつもカメラを上にして着地してくださいというコメントが書いてありました。はい、バッテリーの方はね、こういったカートリッジタイプなので、こういうアダプターがついてきました。これをですね、こう差し込んで、充電器にですね、接続するわけです。
今回はね、このコードしかないので、私が使っている充電器ではですね、今までのものは、こちらのところにね、バッテリーコードをつないで充電して、バランスコードでバランス取って充電してましたけども、もうこのコードからしか、充電はできません。まあ、バッテリーがダメになったときは、またこのバッテリーを買うしかないですね。ミリバッテリーもこれでないとダメということですね。汎用品は使えないということです。昨日ちょっとね、このカメラに不具合がありました。映像をこう水平に置いてですね、映像を映したんですけども、カメラに映る映像がですね、斜めになって、45度の斜めになって映像が映ります。はて困ったものだなと思ったんですけれども、このカメラはこう動かないので、一応これバラして、ここから外して、全部バラして、製品を、見てみました。そうしたところ、カメラのレンズがですね、水平にこう入ってなきゃいけないのがですね、45度傾いてついていました。まあ、それを全部、このサーボモーターから全部外して、水平にして合わせて、今、こんなね、水平がこう45度にずれてるね、状態で、合格するというのも、すごいところが、ね、ありますね。もうちょっと厳しくね、検査してもらいたいなと思います。それでね、昨日はですね、こちら、こちら、こちらと、モーターの軸の部分にですね、これも外して、給油します。まあ、私が普段使っているのはこちらの、潤滑剤ですけど、これからですね、ここがまだね、給油割ってないので、給油したいと思います。で、ここの穴はね、もう小さくてオイル入らないので、これをね、全部モーターをちょっと外す形で、見えるかな？ここのモーターの部分ですけどね。
あれどこ行った？全然わからなくなっちゃった。あとはですね、今度上側からですね、この間から、注意します。で、またこれを組み立てます。ちょっとこのね、前の方のモーターはね、なんか、ガラガラっていうか、コロコロ、やかましいです。ここが一番静かなところかな。はい、注意は終わりました。ね、はい、今度飛ばした映像を見ていただきたいと思います。